いらない。ちいちゃん。いらない。ちいちゃん。ちいちゃんが食べちゃってよ。ね。ちいちゃん早い。一口が大きい。かわいいでしょ。ちいちゃんの別にしとかないと、ね、ちいちゃん、ちいちゃん、みたいな。ダメだよってランちゃん言うの、ね、兄ちゃんたちのだよ。もういいんじゃない、お兄ちゃんたち。スーちゃんも探して、でこスーちゃん怪獣みたい、前言った通り。スーちゃん行かないな、優しいね、お兄ちゃん。しーちゃん、家族のこと好き？にゃんって言ったら好きだと思う。好き？しーちゃん好き？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 好き好き好き。かわいい。ゴロゴロ言って、にゃんってかわいい。だからこの。大好きよ、しーちゃんのこと。ランちゃん、シリちゃん来てどうですか？嬉しくてかわいい。何この顔。かわいい。かわいくてとろけちゃった？うん。シュリちゃん釣れるかな？釣り竿を持って。なんか釣れたよ。釣れた。ここ曲がってんのが釣れた人みたい。釣れなかった。この子さ。魚しっかり捕まってね。こんばんは。こんばんは。え、今日すくこさんパジャマなんですか？そうよ、かわいいでしょ。もう寝るんですか？もうすぐこのお店終わりになります。あ、そうなんですか？はい。猫ちゃんたちは何してるんですか？すーちゃんっていう3歳の子に、しゅりちゃんっていう0歳の子がパンチしてます。あれ、なんか一匹増えてますね。そうですよ。この子はすみれしゅりちゃんです。すみれしゅりちゃんって言うんですか？はい。そして0歳です。0歳なんですね。かわいいですね。しゅりちゃんの得意なことは何ですか？しゅりちゃんの得意なことは走ることです。そうなんですか？うん。ね。しゅりちゃん。しゅりちゃんのお顔は半分の、はい、色に分かれてるの。本当ですね。かわいいですね。つくこさんいつも何時に出るんですか？私はいつも8時です、はい。そうなんですか？はい。いつもすぐに寝れますか？寝る前は何をしてるんですか？絵本とか読んでます。うん、よりちゃんは7月？ん？
4月の終わりぐらいに生まれました。うん。で、ねえねのお誕生日プレゼントだから、私のねえお姉ちゃんの誕生日プレゼントだから、しちゃいました。はい。あのすくこさん。はい。あの猫カフェですけど誰もいません。あ。じゃあ私帰ります。おいくらですか？1000円です。はい。ペイペイでもいいですか？いいでしょう。起きとる。じゃあ、ペイペイでお願いします。はい。チーチーチー。はい。どうぞ。チュリちゃん、おやすみね。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみなさい。さよなら。また明日。外はもう真っ暗です。真っ暗けど気づいておいで。でなんと、でなんと、大きくなった。誰かが え？電話ですか？お店閉まります。はい。あ、明日来ていいですよ。さよなら。すごい人気ですね。あ、また来た。明日空いてますか？あ、明日空いてますよ。今日は今から閉まります。はい。あ、すくこさんってガラケーなんですね。そうですよ。なんでガラケーなんですか？私はシンプルなのが好きだけど、こういうやつもたまに使いたいからです。すごい。あ、終点になったところです。今閉まりました。はい、明日の10時から夜の8時までです。はい、さよなら。写真撮っちゃった。消さないと。よし、消します。またこれメールの音です。じゃあメールしよう。ポピビュー。終点しました。電話はできません。ポン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 。ママのスマホのカバーが、うん、次はあれでしょ、シュリちゃんっぽいの見つけたら噛みますよ。わかりません。いや、ねえねえは予想します。買います。多分もう3秒で買います。ふうちゃんかわいいね。ふうちゃんかわいい。ねえねえは今日もオープンキャンパスに学校に行って、今回は学校開催行きます。しかも今行って早いことに気づいて帰ってきた。50分早かった。めでた50分。はい、誰からか。ふうちゃんがやっきました。こちらは多分さっきね、ちゃんとさっき一緒に行く人にね、電車の時間間違えたら、わらわらわらみたいな感じだった。それの返事。
こんな激しかったっけ。逃げた。ありがとう。またねー。バーイバイ。シュース、シュテンです。ガラガラガラ。さよなら。しっかりした目だね。面白いね。変わる。